サーマイケル・ケンプ・ティペットは、イギリスの作曲家、指揮者。小惑星のティペットは、彼にちなんで命名された。父方のティペット家は、コーンウォールに羊を持ち、父、ヘンリー・ティペットは、法律家。母、イザベル・ケンプは、ケントの上位中3階級の出身。母、イザベルのいとこシャルロット・デ・パールは、女性解放運動の活動家であり、 イザベル自身もトランファルガー広場における違法集会に参加した件で一時収監された経験を持つ。マイケルは二人兄弟の弟。ロンドン聖光のイーストコートに生まれ、子供時代をサフォーク州の小村で過ごす。家には一台のピアノが置いてあった。これを用いてガバネスラによる個人的レッスンを受けた。特別なものではなく他の一連のカリキュラムの中の 一貫であったが、これが最初の音楽との出会いだった。後にティペットは著書で即興演奏に夢中になっていたよ。言葉の意味はよくわからないままに、それを作曲と呼んでいたよ。と10回している。1914年9月、ドーセット州スニジの私立小学校の寮生となる。1918年、エディンバラにある寄宿学校に進学。ここで、 ピアノや歌唱、コーラスやパイプオルガン演奏などを学ぶが1920年にリンカンシャーのスタムフォード校に転校した。同校在校中にマルコム・サージェントの指揮に触れたことなどにより作曲家になる決心を固めた。サージェントは同校の10年前の卒業生であった。両親はマイケルにケンブリッジ大学に進学して無難な生き方をしてほしいと考えており。 特別な音楽教育を受けていないにもかかわらず、作曲家になりたいと突然言い出した息子に戸惑った。しかし1923年、ティッペットは反対する両親を説得し、コンサートピアニストになるのなら、ということで、王立音楽大学への進学を認めてもらう。王立音楽大学では、当初、チャールズウッドに作曲を指示していたが、1926年に、 ウッドが亡くなると、チャールズ・ハーバート・キットソンに指示した。ウッドは、バッハ、モーツァルト、ベートーベンに反を取った、後派の音楽理論を教授したが、キットソンは、弦楽的でありティペットの作曲上の狙いに、まるで理解を示さなかったため、指定関係は悪かった。ティペットはまた、指揮を、マルコム・サージェントとエイドリアン・ボールトに指示した。 特にボールとは、リハーサルの間、式台の上にティペットを登らせ、式者用スコアを通して、音楽を追わせるといった授業を何度も行い、親身になって、指導を行った。ティペットは、彼の指導を通して、ディリアスやドビュッシーといった、当時彼がまだ知らなかった、作曲家の作品に親しみ、またオーケストラの、各楽器について、多くを学んだ。王立音楽大学への進学に伴い、 ティッペットは、ロンドンで暮らすことになり、そのこともまたティッペットの音楽体験の幅を著しく広げることとなった。とりわけ、空襲による破壊を受ける前のクイーンズホールにおける、プロムナードコンサート、コベントガーデンにおけるオペラ、ディアギレフのバレエなどに刺激を受けた。他にも、シャリアビンの歌唱を聴き、ストラビンスキーやラベルの自作自演を体験した。ティッペットはまた、 この頃まで、バロック以前の音楽についてまるで何も知らなかったが、ウェストミンスター大聖堂でのミサに何度も参加し、パレストリーナのミサ曲を学んだ。王立音楽大学卒業後は、在校中から指揮を務めていたアマチュア合唱団の、所在する、サリー州のオクステッド村に転居、同村近くの私立小学校でフランス語教師をして、生計を立てた。また、アマチュア合唱団では、 イングリッシュ・マドリガルや、ボーン・ウィリアムズのオペラなどの指揮を行い、多くを学んだ。時には自作の指揮を取ることもあった。しかし、1930年に作曲活動の行き詰まりを感じて、王立音楽大学に再入学する。16世紀音楽の専門家である、レジナルド・オーエン・モリスの対法のクラスを受講、バッハの様式による風画の書き方などを学ぶ。また、ゴードン・ジェイコブに、 オーケストレーションも学んだ。この二度目の王立音楽大学在校期間中に、ティッペットは独自の音楽語法を獲得するきっかけをつかんだ。1933年と1934年の夏、ティッペットはイングランド北部で催された交付のためのワークキャンプに音楽責任者として参加した。そこで音楽以上に政治への関心を深め、特に トロツキーの思想への系統を始めた。1935年に英国共産党に入党するが、党の方針はスターリニズムであり、数ヶ月で離党した。また、ティッペットは反戦平和主義者としての意志を強め、1940年に平和制約連合に加入し、良心的兵器拒否者のリストに登録する。1942年に非戦闘員として、 従軍の通知があった時には、これを拒否した。翌年、これが原因で当局の事情聴取を受ける。裁判の後、懲役3ヶ月の判決を受け、2ヶ月間刑務所に収監された。服役中には、ブリテンとピアーズの激励を受けている。ティッペットが嫌をする戦争への突入が不可避となる。政局の一方で、ティッペット自身も個人的な危機を迎えていた。 1938年8月に、弦楽史重奏曲第1番も捧げた親友との関係が破綻すると、ティッペットは自分の性的思考や芸術家としての価値について悩み、錯乱した。この時、ティッペットは友人の勧めでユング派の精神分析及び治療の専門家、ジョン・レイナードのセラピーを受け、絶望から立ち直った。レイナードは臨床セラピーを通して、 夢の分析と解釈を行う方法論をティッペットに教えた。ティッペットの伝記の著者であるヤン・ケンプはこの経験がティッペットの感情的にも芸術的にも非常に重要な転換点になったとしている。特にティッペットが夢の分析から得たものはユング的な光と影が一個人のプシュ形に同居しており、個々人は このような分裂した自分の本性を受け入れなければならず、また欲求の葛藤からもたらされる利益も受け入れなければならないという考えだった。この光と影のモチーフは後のティペットの作品に繰り返し現れることとなる。1940年10月、ティペットは成人教育を行う教育機関であるモーリー大学の合唱団の指揮者となる。 グスターブ・ホルストが創設した同合唱団を、ティペットはイングランドで最も優れた合唱団へと育て上げた。ティペットは、当時、今日ほどにはよく知られていなかったヘンリー・パーセルの作品を多く取り上げた。また、後に有名となる若い音楽家たち、例えば、ピーター・ピアーズ、アルフレッド・デラー、アマデウス弦楽四重相談のメンバーらとよく共演した。 1951年、ティッペットは BBC のブロードキャスターとなり、彼のラジオでのトークは後にまとめられて出版された。その後も、ティッペットは作曲家、指揮者、ラジオブロードキャスターとして活動を続ける。1969年には、資金難となったバース国際音楽祭を救うため、指揮者のコリン・デイビスと共に働き、同音楽祭の芸術監督をごき務めた。 ピッペットの名声は国際的なものとなり、特にアメリカでの名声が高まった。公共曲第4番とオラトリオ、字の仮面は同国での初演を意図して作曲されたものである。1965年からコロラド州のアスペン音楽祭の音楽祭付き作曲家となり何度もアメリカを訪問する機会を得る。 ティッペットのアメリカ体験は作風にも影響を及ぼし、ノットの庭や公共曲第3番にはジャズやブルースの影響が見られる。ティッペットは90歳を超えても精力的に活動を続けた。しかし1997年11月、ストックホルムで催される音楽祭で自作の演奏が行われるのを聞きにドーチェを赴き、そこで倒れた。ロンドンに戻った後、 1998年1月8日、肺炎のため亡くなった。93歳坊津。葬儀は、ロンドン、ハンワースにて1月15日、非宗教的な様式で執り行われた。ありがとうございます。